まりましたが、思わぬ大雨に瓢まで降りました。滑走路のトラフィックの処理などを含めて30分ほどまだこの広い範囲で上空、またそこの先の地域で上空を進んで退避して、順次順番をもらってから福岡空港に進入着陸という段取りを予想しています。現在活発な福岡空港は徐々に北または西の方に向けつつはありますが、風などの弱い影響もありまして、もう少し回復には時間がかかっている状況です。小康状態になりつつあるという報告をただいま受けましたので、この先順次、体制ないしは地上または飛行機の状況を含めて体制が整えば順次順番をもらいながら福岡への着陸が再開される見込みです。我々は、これは含めて燃料は十分な燃料を積んできていますので、現在のところ他の空港に行くことは考えておりません。ので、おそらくここ20分ないしは30分ほどの体制回復を待ってから福岡での進入着陸というふうに、計画しています。今のところご迷惑をおかけしますが、天気のもとですので、神様の気まぐれ、天の気まぐれとか来ますので、ご了承いただければと思います。なお、まだ進入着陸直前の5分ないしは10分前ぐらいは雲を多少強い雲にかかるかもしれませんので、少し余裕を持って、無着地に来てって願いますが、今のところ雲のないエリアですので引き続き、おくつろぎいただければと思います。遅れてるところをくつろげないというかもしれませんがご了承ください。以上でございます。また進入着陸の再開と着陸の見通しができましたら、発表いたしますので、ご了承ください。なお狭い機内でございますので、皆様譲り合ってご利用また助け合って、力を合わせてやっていただければ、上手一度また私ども含めて、嬉しいと思います。長々と失礼いたしました。ご清聴ありがとうございました。以上です。はぁ、カバンちゃん、みんなが心配なんだよね。うん、何かとても怖いのはいつもなんだけど、あれは何か。